やるするかい、やるするかい。おお、これで部屋もろ、お、こいつら鎮座してるけどあれだね。曲はなんかすごい平和な感じになってんじゃん。時期解放されるそうです。ほう、いいあれじゃないですか。この曲はなんかすごくいいな。なんか最近なんかすさんだあれだったからな、すさんだちょっと空気感だったから、なんかこういうなんか平和な曲が聞けるのちょっと非常に嬉しいな。もう一個なんか間違ったような確かな。そこはまた今度行くか。じゃあ今度にしよう。データこのアルテマ親じゃない、こいつ完全なるアルテマ親じゃない。俺も早くもうやりたくてしょうがない。男が来てるのおかしなことだったら全に行くとか言ってた。あー、なんかあれか、それあれだ。異常ありません。なんでそのあれの、我々に対してのズームなんか好意的ってかなんかあれだよ。デュルデュルデュ、現状の抵抗を襲ってくるとは。そういうあれだったら結構久しぶりにやんだよな。なかなかちょっと久しぶりにやってなんかあれなんだよ。ずっとやりたかったけどなかなかやれなかったんだよな。デュルデュルデュ、こっからなんかあれだな、そのなんか幻獣となんちゃらかんちゃらしに行くみたいな、そういう話だったから。ててててど真ん中平和すぎる。おお、仕事やってんね。例えば逆転です。ほう、まあ色々ちょっと変わってんのか。お、あー、そう、こういう感じだったんだよね。あ、そう、ここは逆にあれか、その帝国のあれによってなんかあれが、儲かっていたのか。てーてーってさ、もうずっとなんかこんな感じで、なんか、ベロベロベーの曲だったからなんかさ、廃れてたんだよな。ベロベロベーだよ、ほんとな。ベロベロベロベー。あ、こっちから入るとこ、こっちから入るとこういうあれかなんか。あれでもこっちから。あ、そういうことか。な、これアクセサリーとなんかボンがちょっと勘違いしたわ。いっかじゃ。行くとするけ。お待ちです。そうか、レオ将軍。ペー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 。終わってるね。整備中です。まだまだ乗れんの。おー、声も太いんじゃん。平和取り戻したいもん。急になんかあれだよね。なんかどうしたの、君、君たち言ってんのか。危険です。やたらなんかあれだよな。打ち合わせで、おい。お、間違いだった。男一人だ。セリス。シャドウ。来やがったな。てめえ、てか、あれ返せ早く。源氏の子で返しながら、お前。どうかしたの？やっと届いた。ゆっくり休んでくれ。セリス。なかなかあれだよな。面白い二人だよな。すごいでも組めそう。おー、逃げれた。逃げてきた。あ、そっか、あの気まずいあれかなんか、あの、私を信じるか信じないかみたいな。抵抗に雇われたみたいな。お前らをやるために雇われた。うわ、ふざけんじゃないぞ、お前。人のものパクりやがって、なんか、そもそもそもそうなんだよな。あん。モッコス。モッコスおじさんだよな。おー、ちょっとセリスどこ行ったんだよ。ちょっとセリス探せに行くか、ちょっとな。談笑してるかもしれないからな。おっほっほっほって言ってるかもしれない。おっほ、モッコスやな。どこ行った？ここか。ここなんですよね。いるのか？おいねえじゃん。やっぱ談笑してるんだよ、ね、受けたまっております、どうぞ。よし、寝るとするか。たっぷり寝るぞ。あ、いろいろ顔なせれた。水遁やらなんかあれか。シャドウ仲間なんのかな、確か。お。ティナは寝てるふりをしてると。そういうことなんですよね。オペラミュージックだな。セリス行ってしまったじゃねえかってか、あの曲なんかちゃんともっと聴きたかったんだけど、なんかあれだな。意外とすぐ終わってしまった。いいえ。まあ、また聴けんだろ。てーん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 、ちょ、行くぞ。うわ、セリス何も言わないで言ったか。ちょっとそれあれだな。まあ、それはまあロックが悪いんだ、それは。残念ながら。そういうもんですよ。さあ、行くぞ。たっぷり連れてくれ。
恐ろしいあの獣がいるところに連れてくるやつ。ブルファンゴとかなんか。船旅って危険だよ。海ってなんか魔物出るぐらいのか。でも絶対出てくるよな、そういうのは。オルトロスは一体どっから来たんだろうな。やつはどっから来てどこに行くのか。すごい静かな。お、今度はこちら側ですね。エンジンでもどんだけ聞けるの一体。寝つけないのか。お、感情が戻ったそうだな。なかなか珍しい組み合わせだね。こうしてまた抵抗人間と共に行動してるなんて、まあ、確かに不思議だな。全ての寄付可能なやつばかりじゃない。悪いイメージがちょっとあれだけどな。でかいけどね、やっぱな。現状との母二人、窓の事件なしで苦しめられてると知りながら。なるほど、すごいあれだね。強い男だね、なんかね。現状と人間が愛し合うんだろう。私と人間と愛し合うのかしら。それが希望って言われてね。愛という感情を知らない。まだ若い。何歳ぐらいだっけ。いずれ分かるんだろう、きっと。レオは何歳ぐらいなんだろう。大人だな、なんかレオ将軍は。やたらなんかできた人間だよな。でも私は今知りたい。そうだよな。誰？シャドウが。おお、シャドウ来なかった。星を見ながら寝ようと思ったこの人っておかしいね、やっぱな。今の話聞いてたの。聞くつもりはなかった。シャドウはどうなんだろうね。ちょっとね、あのまたなんか珍しいあれだな。何も教えてやれん。答えは自分で見つけるものと。別にいいじゃねえか、お前な。いろんなものパクってんだから、お前なんだ。ティナ、世の中には自ら感情を捨てて生きようとする人間もいるな。それを忘れるな。そういう人間もいるよね、確かにね。君ってどこで寝るんだ。めちゃくちゃ過ぎたらないか。最初寝よう、シャドウ。行くんじゃないぞ。お前ちゃん、そこにいるよ、シャドウ。どこ行くんだよ。さらって行くもんな、あの人な。すごい、なんかもうバンバン剤だな。なんかいろんなことがちょっと目白押しですね。なんか面白すぎんだよな。A6 面白いな。A6 どんだけ面白いんだろうな。なんかいろんな人間がいて、なんか面白いんだよね。なんかいろんなことがなんかもう。なるほど。あ、シャドウ話しかけられない。二手に分かれよ。私セリスさん組むから。ロクとシャドウ組んでく。おお。セリスはどんだけあれなの一体。どんだけ我々となんかなんつう拒否まくって行くか行くとするのか。シャドウ。無視だよね。ロック。あ、私。こういうとこなんですよね、ほんとね。こういうとこなんだよ、まったく。せっかくこうやって歩み寄ったのには。へぇ、何言ってんだよ、ってけ。こんちくしょうが。へぇ、セリスはちょっとあれだよね。まったくもう、あってもう、悲しい目に合わせやがって、まったく。とんでもないじゃん、まったく。さあ、どこ行くんだ、俺たちは。バイバイ。おしゃ、あ、キーマイラだってやつ。うお、ズームいかついやつがいるな。てれて。ちょっと、手裏剣どこ行った？手裏剣ポップって。おぉ、あったあった。だからズームなんか下にあるな。お、めっちゃ強いじゃん。よだら強いやつ。まだシャドウ強化されてんのか。あ、でもシャドウあれじゃん。ちょっとあれもやってもらえたな、あの。
おいいですね、いい経験値だな。あなたレベルいくつぐらい？レベル20。あ、でも上がってんのか。はい。おー、なんだその子たちって。それはなんだ言って、お前の何をしてるんだ。まったくそれはさらっと持ってきやがった。ほんとなんだ大麻の腕は。で、天使の羽やるとなんかあのバグるみたいな、そういうあれがあったんだ。だから絶対やっちゃいけないみたいな。あら、どうすっかな。なんかもうわけわかんない。何が誰、誰が何そうしてもわけわかんないんだよ。なんか星とかなんかつけてほしいんだよな、その横になんか。星つけても意味ないのか。かぶってるやつがあるからな。さて、あの、なんだかんだもう10時間やってんのか。てれてれて。あの、セレスのテーマをちゃんと聞きたいな、なんかあの。あれ聞けんの、でももうちょっと先かな、もう。てんてん、ちょっとこの曲もいいな。この曲いいな、マジで。なんか、こっからちょっと盛り上がるから、ちょっと聞いてくか、ちょっと。シャドウはどれ系でいく？ちょっと待って。整頓でしょ？コンフィグでしょ？な、記憶でもいい気がするんだよ、これ。一回か、その魔法とかになると結構あれなんだよな。コマンドして、コマンドして上の短縮、あー、なるほど。なるほど、ちょっと用があんねんな。回復に関する。あ、なるほど、回復、なるほど。あー、回復か。まあ、回復も重要だよな。クロノトリガー風みたいな。ちょっと癖が強いな。癖が強いってか、なんか随分やっぱ変わるじゃない。シックスはこれでしょ。シックスはこれだよな。今日随分なんかのんびりしてんだよな。やたらのんびりしてんだよな。なんということ。ロックとあのセリスのなんかもう会話が意外となんかすぐ早く終わってたからな。俺、ここの曲もすごい好きなんだよな。ここもすごい好きなんだよな。これ何なのかな。もうハマってるよね、完全に。あ、これな、こういうのロットとかあれなんじゃない？いいんじゃない？これなんかもう、なんかこれ独特の感じがたまりませんね。てれてれて、てれてって、折れてなくなるんだ。あー、それだったらあれじゃないかな。使わないんじゃない？A5 だとなんかすごい強かったよな。タイガーマスク、オーナーが全部あるじゃない。いや、まあ、ぼちぼち買ってもいいような気もするんだけどな。力出す気は、力出す気当てるよ。大樹の衣、大樹の衣か。多分何かしらあるよな。あ、なるほど。地の属性が。この曲もあの、やつのテーマ曲だから、これすごいなんかす、この曲いいよね、なんかね。てれてれて。今日のんびり行くか、じゃあちょっと。ためのちょっとのんびり行こうぜ。はい。なんでもない。なんか割とせっかちだから、ね、気温なんか俺せっかちで、なんかどんどんなんか進めたがるから、ね、ためのちょっとのんびりしてもいいわけね。てれて。謎。この曲なんか落ち着くじゃん。やたら落ち着くんだよな。てか、ズームなんかあれだね。なんか、なんつうの、全く話書いてくれなかったよね。なんかあれじゃん。ズームなんか、割となんか親切になってるよね。てれてれてれて、なんだこれ。おぉ。何やってんの？ファイヤー。魔法使ってんね。あれなんかこれ見られちゃマジ的なあれだっけ。なんか、もうてか、次、ズームあんまなかったな。やべえ。家燃やすんじゃねえぞ、お前。いたずら小僧だな。町外れに住んでる小さなとこ、こっち？まあ、いや、ちょっとゆっくり探索していこう。結構深いらしいよ。1500ぐらい深けてきたな、こいつな。誰もいないの、ここ。よそ者だな。高いな。てっ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 て。いや、サマーサの村なかなか好きなんですよね。なんかもう好きなもののオンパレードって感じだなと。A6 そんと面白いね。何回言ってんだ。あ、長老号か。まあ、一回行っちゃおうじゃ。ゆっくりしてきなさい。何ですかそれは。狡猾になってくるんだな。年を取るとだんだんそうやってなんか狡猾になってくるんだから。てれてっ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 て。おい、来たか。何の用材？障害をかけてモンスターの謎を追い続ける純粋な夢を持った老人。ストラゴス。ストラゴスいいな。ストラゴスじいさんいいな。確か聞かなかったことあるじゃない。知らん。わしは何も知らんぞい。そうか。怪しい。お。おじいちゃん。いいやつが来たか。来ましたね。ぶっ飛ばされている。
何をするんじゃ、なんかあれみたいな、クルルとあのガラフみたいなのが。人の心までも描き出すのか、ディルム。てれてれて、この人魔法使わせたな。かわいい犬、よしか見つかれるぞ。頑固じじい。シャドウなんか意外と安いよな。懐いてるんですよね、ヨス様の犬。いいだ、インターセプターが懐くとはな。今日負けてしまった。俺は悲しい。動けねえぞ、動かないぞ。おお、まったくもう。すまんぞい、かまん。一人懐かないのに。きっと力になれんぞ。どうにでもなる田舎の村に過ぎる。またそうやってなんかごまかそうとしてないか。何かあるな、様子を見ましょう。そうですね。てーてれてー。お、戻ってきたか。バイバイ。早かったな。あー、ちょっと待って、まだちょっとあれだろうな。おー、やってるね。いい天気じゃの。おい、また遊ぼうね。インターセプター全部なんか長い名前だな。もっこすりんじゃん。インターセプター名前変わらないのか。テレテテレテ、片身の指輪。テレテ、これ飛びできないっけ。即死魔王から見守ってくれる泣き川の愛。なんということ、これみんな飛びできるの。ちなみに、やつしか装備ができない。これは一体どういうことなのか。帰ろう。テレ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 テ、これどうするのか。一体我々一体これどうすればいいの。寝るのか、寝るとするのか。帰るとあれじゃないだろう。あ、長老かな。いや、すごいとこなんか村があるよね。テンテレテテテ、曲はなかなかあれだな。フルコースで聴けるの。んびりやってるよね。フルコースで聴けるんだよな。へっ、ベベベベベベ、寝るのか。お、急に変わったらなんかね、そんな変わるもんな。1500から1ってやばくないかな。急激にあるなんかあれだな。てん、これがフランか、もしや。おお、何やっとんじゃ。リルムか、火事になっていけんじゃねえか。巻き込まれて手を貸してくれんか。もう行くしかないだろ。シャドウ、意外と寝つきがいいのか。あいつ何をしとるんじゃ。まったく。お、インターセプターどうだ。そっちで起きるってこと。ああ、なんかせんことなってんな。とんでもないことなってありますね。これちなみになんかあれなの、これ動画とかいけんの。この いけるんだね。おて、売ってんの普通に。水豚とか買っとけよかったな。本当の孫じゃないんじゃ。お、友人の子供の話で忘れちゃうな。友人の子供、孫の急にのがあるな。ここぞと、なんつうの、すごいなんかとんでもないことなの。いいの、そんななんかなんつうの、よそ者に対してすごい話をして。めっちゃ暴れてんじゃん。大丈夫か。火事だー。火事ですね。で、リルムがこの中にいるっていう感じが。あの家の中にいるんじゃ。まずいですね、それは。ちょっとどうにかしないと。早くしないとやばいぞ。これ時間制限あったっけ。それはたんないんじゃん。やっぱな、気にしたはずじゃん。そんな、それどころじゃないだろ。なんか言ってる場合じゃないだろ。もうなんかね、直で言った方が早いんじゃないか。そんな、どんどん広がるぞ。俺もう芝とか呼べばいいじゃん。いたしかあるまん。そうだな。お、全員誰か。フォーメーションだな、なんか。
モッコ G、 モッコ G フォーメーションだ。これはみんな使えんだね。これ早くしないとマジで。これ炎ロットが積んだったから、そういうこと。わしも行くぞ。行きましょう。水臭いじゃないか。何を言う。じいさんで溺れるとおらんぞい。何歳ぐらい、何歳ぐらいだよ、ね、今日何回言ってんの。いそう。これまずいんじゃないか。ちょっと、ああ、でも意外と、今の崩れてそう。ああ、よかった。なんかあれがなくてよかった。ストラゴスはこうした方がいいんじゃないの。あなたなんかあれなんじゃないか。未遂ロットなんだ。おー、てか何もそこでいいんだね。そうだよ。あ、魔力下がるのか。なるほど。てってれてってれて。何するかな。あ、いいんじゃん。マリンでいいんじゃん。魔力強いんじゃないのって。お、変なことたちがいる。魔力がどうだ ?36、34。ティナ強いな。ヒエ。バルーン。デレデレデン。ボムと一緒じゃねえか。デレデデンデン。ほい。覚えた技や。アクアブレス。あ、その手がもしかして、リベンジブラスト。これなんか、説明みたいなのなかったっけ。石粒で。あ、強いじゃん。てってれん。また一気にいっかじゃ。いえ。うい。経験じゃなかなかいい感じなんですよ。敵のがそんな一層してきたわ。てれ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 。こっちか。あー、これはなんかセガルトっぽいな。これ漏れてんの。あ、漏れてんじゃん。セガを倒したの。ちょっと、今カーソル、おぉ。なんということ。なんということ。入れんのこれ。ダメじゃん。なんということ。テレ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 レレレレレ。敵がいっぱいんだよな。こっちはセガルとか。このロット。ここはなんか新たな、なんか。そういう系か。で、左で、こうか。あー、セガルだな。テテレーン。こういうロット。殴ったら強いんじゃないの。もしや。あ、下がるんだ。でもいいんじゃない。よがわねえか。うい、こっちだな。やってるね。やってるね。こいつか。お前誰君は誰なのって。てれんてんてん。フレームイーター。おお、なかなかすげえ。ボムベアラーのすげえ名前。お、いきますよ、じゃあ。てれん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 。赤ブレス。トランス使ってみるか、ちょっと。めっちゃ強いじゃないか。あ、でもあいつ硬いな。これあれか、カウンター臭いな、ちょっと。おお、いいの盗んでんじゃん。カウンターじゃない、あれ。レレレ、これでいきましょう。あ、なかなか強いな。これどうだ。3622。カウンターだね。トランスはどれくらい持続するんだ。これもガンガンやってもいいだろう、もう今のうちに。やるときにやっても、ボンベ、おー、そういう系か。あ、それで全体攻撃やるとって感じか。だったらまああれなんじゃない、ちょっと一気になんか。これでいきましょう、じゃあ。おい。めっちゃ強いね、悪魔の瞳。でれんでれんでれん。待機でもいい気がするな。そういう系か。待機でいこうぜ。よし。おい。このままちょっと一気に攻めよう。でれれれれれれ。いや、トランス強すぎんだろ。めちゃくちゃ強いね。これがティラの力だ。ベロベロベベ。カウンターちょっと恐ろしかったけどな。てってて。よし。まあいい感じなんじゃないの。遊んでる場合か。リムはどこじゃ。お、モッコス。モッコシアだな。ホテルモッコシア。どうなんすか。それ穴か、モッコシア。気をつけんなぞ。間に合わなかった。さあ、どうするんだ、これは。お。戦ってるね。あー、インターセプターが。おぉ。どっから来たんだ。ドドドド。お前、本当に強いのか、お前。
本当かそれは。そんな実力があったのか、シャドウは。いいとこ持ってきやがって。脱出するぞ、煙だな。いいとこ持ってきおやじだな、大丈夫か。よくなったのかな、うん。ありがとう。恥ずかしいとこ見せてしまったようじゃな。そうか。さあ語ってくれ。ここは魔導士たちの村。逃げは魔性から魔導の力を取り出した。なるほど。もうこの世にいないと思っていました。ロック警護使うの珍しいな。ルーマ家の向こう側に結果がありそこに隠れすんだ。残ったのは人間だけ。最も恐れたのが魔導士たちの力。魔導士狩りのなるほど。だからあれか。何も変わらない人間なのに。この土地に隠れすんだ魔導士たちが我々の先祖じゃ。何らかの形でまだ残っておる。なのでここに隠れ住んでんだな。現実探し、おっ、割と素直だね。ダメじゃん。どうすんの。現状に逃げ込んだのは山かもしれんぞ。村の西にある山。強い魔力を帯びた山。現状の聖地と呼ばれている。その魔力に引き寄せられた。おお。またシャドウどっか行くんだよな。結局あいつは全然あれじゃん。仲間に入ってるんじゃないのか。お、源氏の子で。源氏の子ってあいつこ。はあ、やりやがったな。あいつとことんまでやるやつなんだ。ここぞとばかりな。おい。何やってんの一体。お前一人どこ行くんじゃないだろうな。勘違いするのはこいつのためだ。お、来んのか。出ていくのか。俺のやり方現状探す。無茶なこと。あの野郎のどん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 。人の持ち物パクリだなんて。もう俺のものだと言わんばかりだ。俺のものだと言わんばかりにあるな。お茶まっちゃってる。こいつなんか楽観主義だな、なんか。楽観主義極まりねえだろ、なんか。とんでもない話だな、長老。誰も話せないから、まあ別にいいけどな。てんの、これすぐバレんじゃないなってことなんか。すぐバレるでしょ、体力は。あ、回復してんね。てれてれて、てれて。青魔法。寝たりこなしたら覚えないよ。てれてれて。青魔法いいよな。なんかいろんな要素あっていいよ、ほんとなんか。やっぱロマンがありますね。てれてれて。いや、なんかいろいろなんかあれだ。いろいろちょっと大変だったらね。じゃあその山に行くって感じかな。魔法強いよね、やっぱね、なんかね。やたらなんか魔法が強い気がするわ。A6 の日は。友人の子供らしい。はて、その人は一体誰なのかっていう、あれだよね。誰なのかということちょっとあれだよね。テレテ、テレテ、ファインダーとネクスタイム。